デレマッチーの皆さん、お疲れさんです。ヒヒロさんの中の人と味わってくださいね。サカポンです、はい、本日もね、無料10連やっていきたいと思います。いやー、大人な表情？昨日のね、動画見てね、演技のレッスンを思い出して、一応ね、昨日からオリジナルキャラクターのね、オープニング画像とね、エンドカードも使ってるんですけどね、まあ、見つられた方、おしゃれなポーズって、ね、まあ、一応ツイッター上では一応ね、こんな感じですか？オリジナルキャラクターのうちのやりすぎ？でもね、詳細プロフィールツイートさせていただきましたけど、今日、うん、どんな反応になるやろね。おねむだんですか？ではね、いつもね、真面目にやってから風のページに入りたいと思います。かからなかな、もっと幸せは太鼓の音が、おしゃれな流れにおわ、おなじみの皆さんをしや、元気、かからなか、もっと幸せ、新しい眩しくとも過去の心知らない、日の目覚め、光だけじゃ、皆さん、みんなにこう肩を、おはようございます、皆さん、いつもより日の目覚め、光だけ、ま、うま、知らない、感謝して、光だけじゃ、わあ、太鼓の音が、皆さんの声援、眩しくから、贈り物が降ってきました、ついてますね。ありがとうございます。じゃあガチャ行きましょう。いやー、それにしてもね、うん、あ、明日がね、更新日になっておりますね。まあ今日、今回のちえちゃんのガチャは、まあ私はもう明日は更新後に回すんで、今日がラストチャンスっていうか、まあ、この子はまあ好調なんでね、今後出てくる可能性はあるけどね、ちえちゃんはね、うん、今ね、このちえちゃんも可愛いんでね、狙い、出てきてくれるのが嬉しいんですけど、まあ、高望みしても出ないときは出ない、出るときは出るっていう感じでいきましょう。ということでね、行きましょう。その前に、運営さん、ちひろさん、いつもありがとうございます。このありがたいありがたい無料上で、本日もありがたく聞かせていただきます。ではね、行きましょう。さあ、どうなるでしょう。行きましょう。うん、多分ないな。はい、青ですね。よいしょ。あ、あ、入ってる !1 枚うわ、びっくりした。あ、え、入ってる、レイコさん。え、レイコさん2連チャンの次のエチュラが、あ、バリサ。バリサですね。次のエチュラ。新規なら嬉しいんですけどね。でも、あの速さからしてね、新規じゃ、かぶった可能性があるんですよね。まあ、行きましょう。あれ、ちょっと青いちゃん、え、青いちゃん、あ、青いちゃん来たー、やっと新規だった。あ、声なしだから早かったのかな、ロードが。青いちゃんです。お上の青いちゃんですよ。もうほんま若お上のあー、来た、新規来た、やった、ガール、レゲさん、トッコ様、エリカさん、アトさん、ラストにするやら、アイスピッチですね。おお、アオイちゃんでしたね。久しぶりにいいスピードですね。スライドアクト、ファッションバイト、スピードアクトで、ああいいね。でこの子のね、で喋り方ちょっとなまってるんですよね。まあちょっと読みますけど、もうすぐ来るってことは分かっちょる、冷静に若女将らしく
私の晴れ着姿を見せるっちゃ。で、あ、プロデューサー、迷わんかった。ようこそ、私のうちへ。っていう感じですね。うん。この子、大分出身でね、ちょっと訛りがあって。まあ、地元では地元。でね、ローカルアイドルしてた子なんですよね。うん、来ました。いやーよかったっていう、今日は久しぶりによかったっていう感じですね。ちょっとロードの長さからね、新規じゃない可能性もあったんやけどね、うん、運よく新規つけたってことでね、嬉しいですね。ということで本日の動画以上となります。もしよろしければね、チャンネル登録の方お願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよって方、私のチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画見ることもできます。もしよろしければね、そちらご覧ください。そしてね、私のゼレステ動画シリーズ参加者、視聴者参加企画、ごめんなさい噛みました。みんなで作るこの子のこと知ってもらいたいねんのコーナーでは、皆様が紹介したいデレマスアイドルとその紹介文をね、随時 Twitter、DM もしくはね、動画コメント欄にて、受け付けております。もしよろしければね、ご応募ください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。